アメリカの研究所が画期的な核融合実験に成功し、温室効果ガスや放射性廃棄物を排出せず、エネルギーを供給する装置の実現に向け大きく前進しました。小さな筒の中に生まれた太陽。ローレンス・リバモア国立研究所は5日未明、凍った水素を入れた小型の筒に192台の巨大レーザーを照射し、筒の内側で起こる核融合爆発によって水素をヘリウムにする実験に成功しました。投入した元のエネルギー量の 1.54 倍となる 3.15 メガジュールのエネルギーを生成しました。これまで人類はレーザー核融合実験で投入した元のエネルギー量を超えるエネルギーを得たことはなく、60年以上の実験を経て初めて成功しました。核融合で発電できれば、温室効果ガスや放射性廃棄物を出さず、半永久的にエネルギーを供給するとされていて、究極のエネルギー供給に向けて大きな一歩となりました。